はい、お疲れ様です。山です。新素晴らしきこの世界続けていきます。さあ、東急プラザ前に行きましょうか。次ね。はい、なんだこれ、なんか強そうなノイズいるじゃん。どうする？ネクは気配なしです。というか、バリー男子もいない模様。え？ああ。とりあえず戦おう。おい、どっからでもかかってきな。全部終わったとか、手間はかからなさそうです。嘘か。どこどこにいるぜっつっといて、そこにね、他の人やっといてみたいな。いてっていうのもあるかもね。順調だな。はい。はい。待て。オッケー。強いやつってどれだ？クラゲかな？やべ。そう、やっぱ3人の兵隊が出てるね。手数が足んない。はい。結構やれるもんだな。オッケー。まずじゃん。うん。ノイズは倒したけど、どこから探せばいいんだ。手がかりはなし。元の場所に戻ってみますか。だね。スクランブル交差点？まあそれがいいかもね。はい。他のチームと会ったら今度はうまく情報を聞き出そう。はい。アンチの、なんだ？のみ。ターゲット方向に広範囲の衝撃を放つ。待って。あ、あった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 。ショットガン、サイキック。わー、すげえ、かっこいい。ショットガンだね。かっこいい。はい。衝撃波ね、はい。中心部分は強力なダメージを与える。チャージ最大時は大きくノックバック。あー。ただこれ多分距離はそんな出ない系だよね。どうだろう。あ、今何だったっけ？ボタン何だった？何だっけ？あ、どこだ？下の方にあったんですけど。L1 か。誰でもいいね。フレット変えとく？今ね、この爆弾つけてるんですけど、フレットはね。まあこれ一番使いやすくていいんですけど、どうしようかな。まあ、レベルもちょっとでマックスになるんで、なったら変えてみようかな。どうしようか。あ、え、で、戻んの？スキャンするぞ。戻んだ。マジか。なんか、ない？あ、一応あるね。困ってる人。一応ね、声かけておこうか。女性？ほのかさんかな？違う？ノイズに取り憑かれた人がいる。ああ。うん。ナギさん。おぉ。ギョイ。ギョイ。アイドルが恋人作って何が悪いの？大切な人たちも傷つけられて辛い。え？あー、バレたというか、まあ、うん。この人確か、オキシドールズ？確かこの間のミッションで。リンドウ殿。やりますかな？リンドウ殿。はい。お邪魔ー。現役アイドル、かわよす。あー。はい。なんだろうね。うん、ダメってことはないだろうけどね。集中だ。はい。かしきくんと付き合って、かしきくん、はい。と付き合ってるのバレた。でもアイドルが恋人作って何が悪いの？大切な人たちも傷つけられて、辛い。取り憑かれてますな。お邪魔ー！まあね。戦わなければなりませんか。大丈夫だよな。どうあるべきなんでしょうね。わかんないけどね。はいはい、順調だな。オッケー。あ、また増えてる系か。増える系だね。すごい増える系だわ。
待って、手が出せない。手が出せないんですけど、このバチバチが繋がってるの、あ、おった。なんだ。あ、本体を倒したのか。そうか。分身元を立てばいいんだ。そうなんだ。気をつけていきましょう。でもわかんないよね。エピショアイドルってそもそも何そもそもなんだろうね。はい。捕まった。どうなんだろうね。その、もう絶対いないよとか言って、うん、難しい。難しいね。まあ、いるだろうなと思いつついない。わかんない。はい。危ない。クマさん先やった方がいいかな。オッケー、倒した。で、手数がないと。手数じゃん。オッケー。じゃあ、ラスト。ん？あ、ラストね。はい。関係者 A って誰なんだあ、バラしたいとね。バラしたというか、まあ。大体身内が漏らすんだよね。はい、まあ仲が悪かったり、おお、すごい、オッケー、落としめようとする人もいるからね、わかんないけど燃やします。はい、芸能わかんないからさ、なんとも言えないけど、でも確かにおっしゃる人にが、なんだろう、熱愛報道とかちょっとやっぱね、ショックではある。別に自分がさどうこうなれるとは思ってないけど、それでもやっぱそういうのはあるよね。はい、OK、 出した。危な、1分16秒残り。はい、まあまあかな、いろいろ、お、進化、赤富士に進化。はい。はい。まあ、特にかな。はい。うん。大体アイドルが恋愛禁止とか古いっつうの。うん。かしきくんも堂々としたいって言ってたし、まずは事務所と話し合おう。そうね。オズです。うん。アイドルの心を思ったより普通でした、ね。だね。いいことしたね。はい。ディラトン。あー、交換アイテムか。はい。ハワイオスタン。どこだ？どこで繋がってんだ？どこだ？てか、あ、ホグファング。買えるね。プリント T シャツと、ヴィンテージ風ニット帽。いただこうか。はい。おー、かっこいい。欲しい。リアルに欲しい。あー、いいかも。ホグファングって書いてるけど。あ、これだ。あー。だいぶ探した。オキシドールズのセンターだ。はい。メンバーの中でお辞儀が一番綺麗。ドラマで共演した俳優のカシキ君との交際をスクープされ堂々と認める。その裏では友人である月姫の後押しが。あ、この人だ。この人のあれも、ちょっと見たいね。説明ね。VIP ランク3か。はいはい。結局認めたんだね。いいんじゃない？いいことしたね、なんか。ちゃんとね。気持ちよく終わりましたね。はい。うん。通知、なんか動きがあったのか？いや、これ普通のニュース速報だ。誰かが結婚だって知らない人だな。ですなぁ。リアルグラウンドのニュースも入ってくんの。何？今の役立つの？なんだろう。
お、ごきげんよう。おー、シーバー。ターゲットを仕留めたチームがあるようだね。早いね、みんな。討伐完了の確認はスクランブル交差点で今から始めるよ。他のチームの、あ、討伐完了ってことはネクやられたの？え、マジで？マジか。伝説とやらのラストを鑑賞しよう。あ、つぐみさんだ。にゃんたん。散々手こずらせやがったくせに。このざまか？うん。俺だったら俺たちも別にお前に用はないよ。うん。ルーインお疲れ様。じゃあ最後にしっかりしとめようか。なんかロボットみたいだね。うん。参加者でも死神でもない。中途半端なのはノイズと同じ。おお。なんだ？間に合わない。ゲームから抜けられない。たね、もう一度だ。あの人がネクと戦った場所が分かれば、俺たちが加勢できる。余計。このタイミングできたね。ただこれどうだろう。翔花ちゃんを突っぱねちゃったんだよね。それがなくなればってことかな。はい。さっき見た猫はどこかから移動してきてた。ってことはここで待ってても意味がない。猫はルーウィンのつぐみとどこで戦った？あのさ。うん、どっから探す？はい。ああ。最初はナギさんにした、いや、誰だっけな、バリーの情報を信じたんだ。バリエ、変に素直じゃん。イライラしてそうだったから何、キレられると思って声かけたんだ。いや、はい、情報ありがとうだ。あからかいがいがないね。はい、必死だからね、こっちも。東急プラザは確実に違う。今の時点じゃ誰の意見が正解かわからない。あー、しらみつぶしに行くしかないよね。どうだろうね。まあ全部行く？上から。フレットの情報。うん。うん。あれ？そうなん。ああ。別に。あー、信用してないと思ってたのかな。フレットとの関係までちょっとどうにかしないとね、ダメだよね。安くてうまくて元気になれる。今日も安くてうまいバーガーヒーローへ。店員のお姉さんもハツラツとしてて、お小遣い少ない僕にも元気をくれる。泣ける。辛いね。食べていこうか。ちょっと食べてんだけど、もうちょっと入れていこう。ようこそ。あ、違う。ここ、まあ、いいか。ここでいいや。スープカレーをね。いや。今日は、フルーツサンド行こうか。食べたいな、これ。このさ、デザインがね、すごくいいんだよ。真ん中が膨らんでるじゃないですか。だからすごい詰まってる感がいいんだよ。はい。そうなんですよね。好きな人もいるんじゃない？また。なんか、美味しそう。食べたくなる。でもね、こういうの、ありそうでないんだよ。
コンビニ。どこ行くんだっけ。マルシービルに行くの。こっから行けないよね。運命を変える。あ？ああ、あ？どうやって行くんだ。全部閉まってる。あ？どうすんだ。もう一度だ。こっち行く？104。104に直接飛べるんだ。はい。はい、来ました。でさ、この、時間巻き戻しを使ったらもう、自由に移動できないんだね。だからさ、困ってる人いたじゃないですか。あの人を助けるっていうことが今もう多分できないよ。だからまあ出会ったらもう見つけたら即やっとかないとダメだね。さあ、マルシービル。ん？これ誰だっけ？バリーだっけ？ティアハート。バリーか。はい。いや。こんにちは。あ、ティアハートだね。この感じはね。あ、大丈夫です。怪しいもんじゃありませんよ。ティアハートのものです。ああ。元井さんから情報集めろって言われてて、もしなんか、知ってたら教えてくんない？はい。すごいね、人当たりがいいというか。失礼。申し訳ありませんが、我々もチームとして猫を捜索中。つまりそう、あ、つまりそうやすやすと情報は流せませんね。決めた。ん？あー、ちょっと待って待って。そんな突然怖い顔しないでほしいな。ナチュラルに話をしようよ。はい。うん。はい。じゃあお互いに情報交換するのはどうかな？東急プラザのあたりに猫はいなかった。これも情報ではあるよ。うん。僕はしばらくここにいるけど猫は来ていない。うん。じゃあ追加だ。メンバーと連絡を取ってるが、オーイーストの方にもやはりいないみたいだ。それが現在の状況だね。東急プラザ近辺にネクの噂があったけど、そこにネクはいなかった。うん。いいね。ね、これは多分、等かな、情報交換じゃない？知ってるがゆえのね。東急プラザの方まだ見てないけど、一回行ったんだ。うん。ショックだよね。ねえ、今が失敗のした上で今行動してるって。うん。だから今度こそ間に合わせないと。うん。よし、ちょうどさっきスキャンしたら怪しいやつを見かけたって人がいたんだ。ん？マジで？もしかしたら猫に関係あるかも。お、なんかフレットがいいね。ね、腐ってる場合じゃないよっていうことで。これね。この人か。お、この人だわ。ちょっとスキャンしてみ。はい。集中だ。怪しいやつ。なんだあいつ、フードで顔隠していろんなやつにぶつかってるよ。え？フード？猫は確かにフード被ってる。おえ、道玄坂に行こうと思ったけど、あいつが曲がったからやめよう。あれ？まさか。うん。一つ良いですか？猫はサイキックを使い、死神たちにも認識されている。それはつまり、うん。UG 側はいわゆるあの世の人で、おそらく RG の住人には見えない存在なのか。まあそれはあるよね。ただね、ネクって前作の主人公ネクはね、クリアしてRG に帰ったんだよね。だからワンチャンあんのかなと思ったけど、とはいえ他に手がかりもないですし、道玄坂の方を探してみるのも一つの手とは思い。うん。はい。うん。まあ確認ね。まあいないならいないでね、そういう情報があればいいということで。
ましょう。もう一度だ。で飛ぶんだ。エリア移動できないね。はいはい。はい、やってきました。道玄坂。やっていこうか。お、いったね。これがバリーかな？はい。チャラそうだもんね。いや。いや。はい。ネック探してる？はい。見かけた？全然だよね。そっか。なんか、気は合いそうだね。バリーと。はい。フレットね。フードの怪しいやつとか見たりした？フードいっぱいいんじゃん。あれあれ。これやれって。ん？うん。それそれ。はい。はい。ごめん、よくわかんなかった。俺ずっと道玄坂いるんだけど、見ないね。マジ見ない。こっちは違ったか。これ信用していいのかな？こういうのって。東急プラザにはいないよな？ウィンド。うん。うん。東急プラザ。調べに行ってるやついたけど、あいつらアホだからな。RG の住人と勘違いしちゃって。やっぱいなかったんだ。ああ、そういう感じ？はい。あ、おー。てかさ、まあ、さっきの、ピュアハートはまあ、取引っていう体だから、まあ嘘はつか、うん、いや、それもわかんないか。今のバリーの人もさ、普通に喋ってたけど、嘘を喋ってる前提とかないのか、前提そういうとこは気にしなくてよかったのか。まあ、いっか。はい。いや、これ普通のニュース速報だね。誰かが結婚だって知らない人だな。はい。まあ、リアルグラウンドの、ニュースね。はい。あ、そうそうそう。そうね。これがまあ合図かな。間に合わなかった。なんとかバトル前に探さないと。もう一度スクランブル交差点に戻るしかない。そうか。なんか意味があるのかと思ったけど、あれが一つの区切りなんだね。なるほどね。じゃあもうここでやることはない。おー。これね、逃げるんすよ。逃げるけど、別に強いわけでもないし、なんだろうみたいな。わかんないですけどね。一応ね。あ、壊れてる、壊れてる。待て。見つけたら、とりあえず倒すようにはしたいと思ってる。はい。ちょ、フレット。フレットがいない。ありがとうございます。オッケー。あ、吹っ飛んでんのか？はいはい。オッケー。いつの間にかすげえ増幅してんだけど。ああ。本体を倒さ、これか？OK。で、まあ、青いやつをね、倒しても、どうなんだろうね。多分、なんかの、レアなんじゃないかなと思ってんすけど、どうなんだろう。波に乗れ。都会の人間は歩くのが早い。こう波に乗って歩けるかが勝負の分かれ目。私はこの波を乗りこなしてみせる。はい。読み切れなかったけど。確かに波があるんですよ。波というか流れっすよね。流れに乗れればね。はい。OK。こんなとこかな。まあ見なかったんで、まあこの線はないと。この線？この、ん？今なんか読み込み入った気がするけど、まあ、このルートはないということで、じゃあ次ね。別の、なんだ？あと二つあったっけ？チョウカちゃんとナギさん。ナギさんの方は見たっけ？はい。他の選択肢を見ていきましょうということで、今回は以上です。ありがとうございました。